もう4年になりますが、日本の二大極道組織である東条会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東条会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を主導した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすかに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。
最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。え？解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン？何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。なんだ。ほう、これはこれは、東蔵会復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。いまだに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で啖呵だ。無様なのはお前の方だ。そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もね。腹くくれよお前ら。上等、蹴散らしてやりましょう。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。フルスは堪能できましたかね、桐生さん。奈良崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。
おう、てめえら堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。おい、あれ出せ。よこせ。なんちゅうもん持ち出してきやがんだ、あの野郎。好き放題やるしやがって、しつけがなってねえみたいな。こいつを、うん、うわっ、せいひが、ちおい、へい、なんだよ、あのでっかい刀。あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。気が甘いな。よっ、はい、配る。終わらせる。沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん、それはまあ外に出ればわかる。霧流、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人間にマスコミもいるのか。カタギが堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。おい、キリュウさん、こっち来て。ちょっと、ごめん、